池聖天は、朝鮮の独立運動家、大韓民国の政治家。意味名は、池大統領。号は、白山。李聖天という変名を名乗っていた時期もあった。環状に生まれる。陸軍武漢学校在学中に廃校となり、日本へ留学、東京の陸軍中央幼年学校に入学した。1914年に、陸軍士官学校を卒業した後は、 不評勝位に任ぜられた。注意を務めていた1919 19年の3.1、独立運動後に、満州へ亡命し、新興武漢学校教官に就任し、独立軍の幹部要請に尽力した。当時の武漢学校において、23基卒の先輩、金光水と共に、日本の士官学校を卒業した池の存在は、大変貴重なものだったという。 翌1920年には、大韓民国臨時政府参加の西寺軍政者の教官に就任した。同年秋に、日本が、在満独立軍大討伐作戦を展開すると、青山里戦闘において壊滅的な打撃を受け、独立軍の約150名の兵力を率いて、アントケンミツさんに逃亡した。逃亡後は、ジョハジめやキンタスクチンなどによる、 独立運動団体を統合した大韓独立軍団を組織して、旅団長に就任、宴会衆の裏地をストクに駐屯させて、コミンペルンの援助を受けて、高麗革命軍官学校を設立する。しかし、1921年6月の黒川事変の際に、軍団は赤軍によって武装解除させられ、池自身も自由死で赤軍の捕虜になったが、釈放され、 満州に戻った。その後も、多くの抗日部総統総団体結成に寄与し、1925年には、両北区や、呉東振などともに、正義府を組織して、軍事委員長兼司令長に就任した。左から金継職、金急、池聖店、李正板金タスクチンが暗殺された1930年には、 韓国独立党の総統に参加し、党軍事委員長に就任した。また、韓国独立軍を創設し、自ら総司令官を務めた。1932年には、東亜結成同盟の幹部に就任し、各地の抗日団体の統合に努力した。1939年には、大韓民国臨時政府議選員の軍事作戦準備を任された。 翌1940年には日中戦争の余波で重慶に移った幸福軍総司令官となった。日本に宣戦線布告をしたとされ、抗日戦の準備をしたが、一度も日本軍と交戦することのないまま1945年の日本の幸福を迎えた。1946年に帰国した後は翌1947年4月に、 大同青年団を創設したことを皮切りに、初代無人諸大臣や民主国民党最高院、政権議員を呼び、第二大国会議員として活動した。1957年に死去。死後の1962年に、韓国政府から、建国勲章を授与されている。ありがとうございます。